今日は1月8日ということで、もうすでに仕事始めの人もいれば、明日から会社に出るっていう人も多いと思うんですね。で、毎年この時期になるとね、サラリーマンの人だと年末調整で総、総務にいろいろ書類を出して、で、場合によっては、厳選徴収された分がね、給料に上乗せされてちょっと戻ってくるなんていうことがあるんですよね。で、自営業の人はね、もうすぐ確定申告ですよね。まあ、いろいろめんどくさいし、まあ何よりもね、 税金って、まあ、できれば払いたくないじゃないですかで。少なければ少ないほどいいじゃないですか。で、そうすると、その、まあ、童話になると税金が減るとか収めなくていいっていうような話。 聞いたことがある人多いと思うんだけども、まああれはまあ事実なんですよね。別に都市伝説とか悪質デマっていうこともなくて、あれはまあ本当にあった話なんです。まあというか今でも僕はあるんじゃないかと思ってるんだけども、で、それでね、えー いや、誰でも、その、童話になってね、えー、税金負けてもらえるんですかみたいな、そういう質問をね、いただいたんですね。だけど、まあ、そういう質問を私にしながら、なんか偉く具体的な話を聞いたんですよ。えー、あんまりね、あの、場所とかね、誰かって特定できるようなことは言えないんでね、ちょっとぼやかすしかないんだけども、えー、京都の方でね、なんか親戚が解放同盟に入ってたのかなそれで、 えー、なんかね、えー、林保館。今はあれ、京都のコミュニティセンターにあってますよね。まあ、童話施設です。童話施設です。で、そこに、えー、なんかね、こう、こう、長机を置いて、駐車場の隅っこのところにね。それで、あの、こう、まあ、いろんなね、企業の経営者とか、自営業者がこう、並ぶわけですよ。で、その長机のところには、えー、 解放同盟の、えー、北白川はい、行っちゃった。まあ、北川北白川支部の支部長と、あと、同盟員の人がね、何人かいて、で、受付をしてるんですよ。で、申告書を持ってきて、で、それを渡して、で、なんか支部長がね、ま、あなたのところは15万円とか10万円とか言ってね、 なんか10万円から20万円ぐらいでなんかいい値でなんかあのお金を出させるそうなんですよでなんかあのプラスチックのケースにこう,こうまあ現金をね札束をポンと入れてそれでなんかピンクの、えー、カンパキンっていう領収書を渡されてそれで。 あの、申告、OK っていう、まあ、そういう感じだったそうなんですよね。まあ、そういうのが、こう、どん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 、こう、10万円、20万円って、こう、箱に入れていくわけだから、まあ、その中はもう、もう何千万どころじゃないっていう、まあ、ものすごい金額になってたっていうんです。まあ、最盛期がね、1990年代。で、まあ、少なくともね、2000年代後半ぐらいまでやってたのは知ってるっていうんですね。ひょっとしたら今もやってるかもしれないと。 うん。それで、えー、で、その申告書なんだけども、その、どこの整理士事務所で作るっていうのもなんか決まってるそうなんですよ。まあ、どこっていうのも聞きましたよ。あの、京都市右京区の、あの、オフィスなんとかっていうのの、なんとか計算センターっていうところな、なんだそうなんだけども。で、同じような話僕他にも聞いてるんですよね。 あの、このチャンネルでもやったけども、笠木町、うん、あそこの山本幸夫っていう、まあその、まああのあたりの童話の親玉がいるんだけども、まあそこもそういうことをやってて、で、まあ、童話地区とは何にも関係ないような、あの、会社がですね、その税金の世話してもらって、それであの、カンパチンをね、こう箱にボン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 入れてたって言って、そのお金はどこに行くのかわかんないって。 っていううなね、そういうい話をしてました、ねまあ共通してるのはあの確定申告の時期になるとそういうまあ同和関係の施設でそういう申告会を開いてそのまあ特定の税理士事務所に書類を作らせてそれでその申告を出すと申告を出すとでそこでカンパ金ってね何十万円か払うとその税務署が調査に来ないと。 で、その税理士事務所のなんか処理っていうのもおかしくて、えー、なんかね、その、もうありえないような、減価償却費をこう何百万円と計上させたと。こんなん普通だったら通らんだろっていうようなね、ことをするんだけども、それがね、不思議と通ってたっていうんですよね。で、これは、まあ事実です、事実。 あの、大阪国税局がありますよね。大阪国税局管内って言ったら、ま、確か兵庫県、奈良県、まあ、京都もそうだし、滋賀県もそうだと思うんですよね。まあ、とにかく大阪国税局管内だともう、そういう話は聞きます。で、実際、滋賀県なんかでもそういう申告がやってましたからね。で、もしね、そういうのね、やってるのがあったら、ぜひね、あの、そこ、行ってみましたっていうの、人いれば、ぜひね、僕に教えていただけるとありがたいです。今でもやってるのかっていうのをね。 で実際ね、その税務署と、えー、解放同盟っていうのは、まあ、密約を交わしているわけです。まあ、密約って言ってはもう公然の秘密でもうね、あのーもう知って、知ってる人はいるし、まあ、国会でもね、そういう発言ってあったんで。 まあ、その、みんな分かってる人は多いんだけども、なんか知らんけども、まあ、そ、れこそ、あの、ジャニーズの性加害みたいな感じで、みんな知ってるんだけども、その、突っ込まないようにしてるっていう、まあ、そういう状態ですね。で、その、解放同盟と税務署の密約っていう、まあ、大阪国税局と密約っていうのは、要は、税務調査するときは、最初に、あの、解放同盟に連絡してくださいよね。 えっと、まあ、正確には企業連ですね。ブラック解放企業連、記連っていう団体ですね。まあ、そこにあ、必ず税務署は連絡して、直接来るなと、会社に。うちの解放同盟の同和の息がかかっている会社には、直接来るなってことですね。あと、同和対策には課税をするなっていう話なんですね。だけど、この同和対策っていうのは何なのかっていうのはちょっと曖昧ですよね。で、まあ、僕は聞いた話だと、まあ、この間聞いた話だと、まあ、 要はそのカンパキンっていうのもそういう控除の対象になる。ということはその解放同盟に出すお金っていうのもそのまあ税金がかからないっていうことなんでしょうね。でその箱にボカ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 入れてたそのね何千万円なのか何億円なのかっていうお金も税務署は多分何も突っ込まないということなんでしょうね。まあそういう密約を交わしてるわけですから。で、えー、その約束っていうのは まああのー、多分今,今,今も続いてるだろうとだって終わらせたっていう話がないんですからね。ということなんで、まあ、これから、あのーまあ、1月末か2月中、うん、そういうイベントがあると思うんですよ。うん、大阪国税局管内え、大阪、京都、奈良、滋賀、あと和歌山もそうかな、うん、あと兵庫、うん。その辺りでそういうのを目にした人っていうのはね、 ちょっとね、僕に教えてほしいんですよね。あの、あの、次元社のアドレスから連絡取れるんで、ちょっと今でもやってるのかなで、どういう状態になってるのかなってまあ、純粋に知りたいわけです。まあ、これって最大の利権だと思うんですよ。いくらの金が動いてるんでしょうねっていうところだし、まあ、まあ、90年代ものすごいお金が動いてて、まあ、それが、まあ、多分、あの、外交同盟の、うん、支部長なんかの個人口座にも入ってたと思うし、まあ、政治家をもらって、 ってるんじゃないですかそういうお金をまあ普通に考えりゃない普通に考えりゃねもう与党野党問わず献金されてたと思いますよだからまあ誰もそこには突っ込めないんでしょうねということでまあちょっと今どうなってるのかっていうのを調べてほしいしまああのー、あれです解放ドームの支部長なんかにまあそのねお金を払ったらそういうことを今もできるようなんでまあそういうことをやってみたっていう お話があればぜひね、していただきたいと思います。というか、まあ、ああの、税金減らしたい方はね、ちょっと実践してみたらどうなんですかっていう話です。まあ、実践したらぜひね、そのレポートうちにお願いしたいと思います。ということでね、うんえ。今日はその、動画になると税金が減るっていう、そのお話をいたしました。